そういうようなところにまでですね、うん、あのこう気を見て、あのこれはいいタイプができるのできないとか、分かるまでって時間がかかるもんですか、あのこの仕事始めてから何年目とか。私は65年やってる。65年。あの、それ、あの、お年はいくつですか？ 80。 焼けて81になる。81。今度の2月で80。2月で81になる。はい。65年間パイプを削られてる。そう。65年間。多分日本で一番パイプを削ってる人だと思います。はい。いや、もう本当に。はい。もう本数で言ってもそうですし。もちろんそうです。こう65、5年前から。はい。いや、もう、今までに掘ったパイプの数なんて言ったら。だって、月産で1万本やってる頃の、もう、最前衛ですから。じゃあ。1年だけで何本作ったんだって話ですよね。月産で1万本の時代ね。時代ですよね。じゃあもう本当に作った端から何十ダーツの注文だ。へえ、何十ダーツ。10本だよ。右もうダメな。もうダーツ単位で、何十ダーツっていう単位で。はあ、そうなんです。それ、あの、そういうこと、この昭和50年前後っていうのは、あの40数年前ぐらいの、その時の一番忙しかった時期、最盛期っていうのは、そんな感じで、もう、もちろんその時のこう中心でやられてたわけですよね、そこから。そういう時期を、一番活気のある時期っていうか、そういう時期に一番最前線に立たれて、今も現役でやってる。はい。甲斐さん、あの、今までで最高の出来だっていうのは一番良かったっていうのは何か覚えてます？これは最高、俺が作った中で最高だっていうのあります？どういうものっていうか、あの、あ、何年前のあの時のあれっていうのだったって、っていうようなものがあるんですか？ありますか？あ、これは本当に返しの出来だっていうか、あ、ありますか？もう覚えてほしい。形のいい、うん、最高の出来だっていうパイプが、うん、そら何十年もやってるんだもん、うん、だけが不思議だよ。それどこに、今どこに、どういうものなの、どういうものだったか分かりますかね。いや、それは多分もう商品になってないんだよね。そうねえよ。そうそうだね。なんかそれはなんでそう思ったの？そう、これは最決めてってとこだった、うん、あ、これはもう本当に、そらだけど形上感覚だもん、うん、木目で、もう完全に木目の形、木目、うん、でも失礼な話だね、これからだよ最高なのきっと。あ、いい格好で形してる。あ、そうなんですね。ああ、でも本当にそれは何万本何十万本削ってきて、あ、の中の一作ですもんね。それはもう、それはいいと思ったよ。ああ、そうですか。うん、じゃあ、あのここで、まあ、普段というか、まあ、今ここで本当にあの削られたものがありますけど、うん、もう、なんあの点数つけるとしたら、あの何点って、100点満点というのは、やっぱそれがあるから、ないわけです。うんまあ、多分ね、その質問がいまいちなんか的があってね、感じがする気がするんだよね。まあだから要するに、うちとすれば、やっぱりほら、あの、量、作家じゃなくて量産をするファクトリーメーカーだから、やっぱりだから品質があって合格点でお客さんのところにいいもんは商品として出すわけなんで、その時自体でやるのはなんか80点とか70点とかのわけじゃなくて、やっぱりそれは職人仕事としてや、そう、俺のこだわりが間違いがねえっつうところで全部合格点の商品にしてるわけだから、そこは多分質問のピンがずれるっていうと思うんだよね。はい。
なんかこう。はい。多分ちょっとなんか、なんつうの、あの、記事に従りなコメントすぎるっていうかな。はい。ちょっとそっちの。そうですね。いるかも。はい。なるほど。多分だからもう、多分もう今回のな、さっきの流れで言えば、もう木の中に呼ばれてる形が、だからそれを掘り起こすだけっていうのが、それが本当の言葉、それが本当もうやっぱり会社さんから出た本音の言葉だと思う。いいですね。すごいですよ、本当に。だから本当にこう、それは職人の。そうですよね。だやっぱりだから、ものとすれば合格点でこれがいいっつって思う角度と、ところだからこれで商品にするんで、多分それが、あの、これは30点だからいいやつっていうのは、カイスさんはものにはしねえと思うんですよ。それしないのが職人。そうそう。そうそれは職人ですよ。そうだと思いますよ。はい。そらそうです。そう、多分失礼なこと。すいません。あ、でそれで、で今もこう変わらぬペースでもう作られてるんですか。もう1日何本ぐらい今そこはね、多分ね、そこも柘植さん何本って言ったっけ。そう、そういう計算なんですよ。だから、例えば1個形を作って、日皿を開けて吸い口をつけるわけじゃなくて、例えばボールを今は作って、これであらかた形がまとまれば今度はろくろの方に行って、穴開けをしてとかっていうふうに工程が違うじゃないですか。だから、柘植さん中だと3日で3本。だから1日1本ではできるんですよ。要するに、例えば3本のパイプを、今日は荒削り、今日は穴開け、明日は仕上げつっていうと3日で3本。じゃあ、それは1日1本ってことじゃねえか。いや、1日1本はできねえんだよっていう、そういう話なんですよね。ああ、そうそう。はい。だから、そうです。その日によって作業工程が違うから。で、それ全部、あの、その作業工程を全てこう、例えば、今、ここは削られてますけど、それを持って、あの、そうですね。会社、そちらに行かれて、その今度はろくろの仕事で穴開けて、はい。そうです。そういう段取りですね。で、あの、この、今手をかけて、この、これは、あの、会社さんがもう全部、最後まで。そう、あの、そうですね。あの、まあ、吸い口とかはまた、だから今度は、あの、吸い口の下加工をしといてもらって、それでまたそれを、だからどの吸い口がいいかって言って、長さとかを見て、ここに、はい。味を作る。はい。それは、あの、前の時に吸い口ができたやつなんで、ついであるんですけど、これなんでこんな、これなんかね、あの、色っぽいこと。そうそう。気づきましたね。これ足ですね。そんな感じに見えますね。へぇー。ツヤっぽくしてあんだよ。ツヤっぽくした。ツヤっぽくしたのか。なるほど。そうだよ。これ、あの、女性っぽく。女性っぽく。これ、確かに、エッチな形だね。ふつっと思いましたよ。あの、かかととかのイメージ、お尻を。いいですね。あ、ほんと、足ですよ、ほんとに。足りたくなるんだよ。お元気ですね。いやいや、かなり。これ、それで、あれでしょ。これ1個見たら2本欲しくないじゃないですか。それなんで、カエスさんにもう1本作ってください。頼みますよ。これは随分、肉感的だよね。ほんと、この辺のプラモリって。1個ありますもんね。そうなんです。もう一回ありますか。これ、カイスさん、反対向き、ボールの向きが反対向きじゃダメですかって言ったら、俺、それじゃ太ももの向きか判定だからおかしいじゃねえかって。そうそう。すごいな。そういうふうにも作れたんですね、これ。それは、そんな足の向きは、俺の削るパイプの中に隠れてねえっていう。強くない。吸い口の、まあ、デザインの向井さんが、まあ、イメージされて。その、だから全部こういう曲がってる吸い口の穴開けとか、外側も全部だから、向井さんが。ご自分で。そうです、そうです。はい。こっち側で、あとはこう、あの、こういうのは丸エボなんで、ヤスリで、手削りで。ああ、なるほど。全部、本当に、あの、イメージされた通りのものを形にしていくっていう感じ。それが、職人だよ。それは職人。だから、イニーさんでもそのままできないと。そういうのができて職人だ。当たり前じゃないかって話ですね。
だらなほど。先生。あ、失礼じゃん。できるの当たり前じゃないのって。できねえって多分65年やってねえと思うんですよね。それがうんと、うんと言う、うんとね、多分日本の中でもうんと得意な人だったから多分65年間作ってるんだと思うんですよ。65年ですかね。そうですよ、そうですよ。普通で言えば、あの、普通そうでしょ。その時生まれて定年してた。そうですよ、そう。生まれて定年。おたくが思わば、もう全然う、全く生まれてない。何も影も形もない頃。すごい、相当できない値段。色っぽいですね、これ。そうですね。ああ、されて。これ、やっぱり海津さんがこれイメージしたの、これは、こんな感じだっていうのは、頭に。でエッチっぽいですね。女性が好き気だから。ああ、やっぱりね。綺麗は一番ダメだし。それはもう綺麗じゃないと思う。ダメだと。これ、あの、60何年やってくれて、最初の頃と今とこう、あの、なんですか、ご自分のイメージする、あの、作品というか、あの、の、変わってきたっていうのがあります。あの、昔はこういうのを作ってたけど、今は、まあ、そんなに変わってねえよ。あ、変わってない。うん、あらゆる型が作るんだから。うん、3、4年ぐらい前に、うん、それこそやっぱスモコレに出すときに、カイスさんに、カイスさんがじゃあ一番好きなパイプっていうのを作ってくださいって言って、はい、それをだからカイスさんの刻印を押して売りてんでっつって言ったら、うん、作ったパイプはやっぱりビリヤードだよって言って、ビリヤードを手作りです。へぇー。先ほど見せたシェイプを手作りで。だからこういう定番シェイプのビリヤード。だからそれを木目がこう縦を向くように。はい、それを手作りで、だからマシンメイドじゃなくて手作りのビリヤードですよね。それすごい、あの、シシさんにともお話しする、あの、それが多分表してると思う。表してますね。はい、もう本当にあの今日でやったようなすごい挑戦的なのを作るんじゃなくて、うん、オーソドックスなのを、こういうのもできるけども、こういうのもできるけれども、好きなのはそっちだ、そっちだの、もう本当に定番をピシッとしたのを作るっていうか、はい、それはやっぱそういうところがあるわけですね。それ、な波の、ま、波形のパイプをしっかり作れば、すべてできる。ああ、うん、基本は波形だ。うん、波形、はい。ビリヤードのこういうまっすぐなパイプで、うん、はい。それを、基本。はい、基本、うん。それがしっかりできれば、こういう変形はできる。ああ。なるほど。僕、うん、基本をしっかり押さえれば。うん、基本ができれば、ダメだ。ダメだ。頑張ります。頑張ります。ますあ、そう。面白いですね、基本。基本ですね、基本とか。それは、あの、もうすべてのことです。そうですね。ああ、本当にそんな形で、それを表す意味で、そのビリヤードのものを使われたけど、本当に原点だっていう、うん、原点。一番大切なことだっていうことをされたんですね。はい、そう、もう本当に65年間ずっとここで、これで、まあいろいろ、ね、あの、まあ、まあ、何も大丈夫でしょうけど、いろいろ、まあ、変わっているじゃないですか。まあ、その中でも本当にもう、バイク一筋で。そうだね。あの、なんでしょう。俺、この仕事に時間が、本当に幸せよ。幸せ。幸せ。幸せ。ああ、よかった。あ、そうそう。あ、もうこの仕事できて。あ、もう本当に心底はそういうことを思わせてくれる。パイプが好きだから、ついている。できるんだね。あ、やっぱそうそう。もう毎本当に何も好きじゃなけりゃダメだよ。あ、ダメですか。うん。でもどんなねやってももう他のちょっと作りたいなと思うんだけど。ずっともやっぱりパイプが好きだから。
でも本当にあれなんですよ、シフトノブの時代の全部の段取りも、あの一通り全部を全部こうやったら作れる、ああやったら作れるっていうのを考えた時代も全部あそこの機械を動かしたの返してたんだから、だからやっぱりものづくり自体にすごく長けてた。まだ80だ。イメージが。